されないコミュニケーションみたいなのがあったり、つながりみたいな。キラキラしてて異世界だなって、ここで絶対 DJ したいって思いました。とてつもない自由を感じて、まだまだあったリミッターみたいなのを全部外してくれたような。元はフランスのシチュアショニストインターナショナルっていう団体が、こういう決して働くな、何だったっけ、フランス語で何て言うか忘れちゃったんですけど、なんとかトラバイエみたいな、なんかそれをなんか小野陽子とタイのリクリット・ティラバーニャの2人の展示の時にこう日本語にしたポスターが自由に撮れる状態で置いてあったのを好きで貼ってます。決して貼ったくな。これ台湾のお寺の近くの仏具屋さんに売ってたんですけど、これもなんか着ることないだろうなって思いつつ、刺繍が綺麗だなって思って買ったんですけど、道教のお祭りの時に人間がトランス状態になって神様を宿す、なんかメディウムって呼ばれる、なんだろう、媒体になる時に着る服らしいです。まあいろんな服あるじゃないですか。でちょっと派手すぎるなとか、ちょっと普段では着ないなみたいな服でもめっちゃいいなみたいな服は、まあ普段着なくてもファンシー風には着ていけるかなみたいな。そもそもなんか僕クラブイベントとか行くようになったの去年ぐらいからで、日本のクラブとか行く前になんか僕台湾のクラブとかによく行くようになったんですけど、それは僕台湾で台湾の美術館で2ヶ月滞在制作してた時に、そのリサーチ内容が結構クイアカルチャーとかいろいろ掘る内容だったんで、なんかクラブ行くようになって面白いこと知れたから、これちゃんと日本のも行かなきゃって思って、最初に行ったのがファンシーフィルムだったんですけど、その現代美術をやってるっていう中で自分の作品の要素として大事なものの中に、こうある種民衆芸術ってフォークアートの部分がだいぶ重要な要素で、権力層がこうなんていうかコントロールしてるタイプの美術じゃなくって、一般の人たちが何かしらのエネルギーを集結させて出来上がっていくみたいな、そういう意味でもそのクラブカルチャーとかクエアカルチャーのことは知らなきゃいけないと思って。仕事は、まあ、基本的にはメイクの仕事をしているのと、まあ、グラムヘイトっていうブランドをやってるのと、ペトリコールっていう雑誌を作っています。このヌガトリフィアスに関しては、まあ、仕事っていうよりかは、まあ、与えていただけたその表現できる場所みたいなものなので、そこでパフォーマンスをしているっていう感じです。まあ、今23歳で、一般大学を去年卒業して、今はこうフリーランスでいろんなことをいろんな媒体に関わったりとかをしていて、まあ、とりあえずでも自分で何かこう作ることとか、まあ、自分のこう思想を世に広めることが、まあ、私はこの今回のこのせいでの使命だと思っているので、まあ、それをするためにという感じなんですけど、
まあちっちゃい時から服はなんとなく好きで、まあこうやってメイク初めてしたのが中学校2年生とかで、もともとすごい学校もまあ校則もすごく厳しくて、制服でもちろんメイクとか髪の毛染めるのもピアスもダメだったんですけど、まあバレないように初めてしたピアスを開けたり、もう金曜日学校が終わった帰り道に髪の毛ブリーチして金髪にして、月曜日そのまんま行って学校で先生に黒染めをもっと追いかけ回されるみたいな日々で、中学生ぐらいからまあ自分の学校が運よく渋谷だったので、服屋さんであったりそういうパーティーとかはすごく身近にあるもので、多分中3ぐらいから学校制服で行って帰り道にもうロッカーで私服に着替えてそのまんま服屋に行ったり、とりあえず原宿に行ったりで、まあどうにか忍び込んでパーティーに行ったりってことはしていて、ファンシーヘムに初めて行ったのも2丁目だからどうこうっていうよりも単純に自分がその時好きだったアイコンの人たちがやっぱりすごいいて、単純にヌガっていうのが五感も良くて、あのチョコレートのヌガってちょっと苦いけど美味しくてハマるみたいな、私じゃんと思って、高校卒業して文化に入ったんですけど、なんかどうしても裁縫やりたくて入ったのに裁縫が合わなくて、大学を2011年かな、なんかそのあたりに辞めて、で、古着屋で働き出したんですけど、 DJ をやりだしたのが2010年の10月とかで、なんかそこはすごい覚えてるんですけど、ファンシーヒムを知ったのは最初は渋谷のトランプルームっていうクラブで、あの DJ をさせてもらってて、でそこに来る人たちがみんなファンシーヒムは本当にやばい、すごい面白いパーティーだっていうのを聞いて、で興味を持ちました。で行ったんですよね、その2011年かのハロウィンに遊びに行って、もうなんかその時は音楽とかキャストとかもうとにかく会場がキラキラしてて異世界だなってすごく感動して、でここで絶対 DJ したいって思いました。これは金網でできてて、金網になんか編み物してるみたいな感じだったり、あるいはなんか文字ができていくような感じだったりで作ってますね。これスイッチ入れたら電気つくんですけど、なんかバーとかのネオンサインでなんか It's 5pm somewhere、 どこかではもう5時って書いてあるんですけど、それはもうなんか別にここでは5時じゃないけど、もうどっかでは飲み始めていい時間だから飲み始めようみたいな、目の前では意識できないこととか意識させてくれるもののうちの一つとして使ったりしてますね。うん、っていうか今日ファンシーヘブン来れないの？あれアートフェア東京に出してた彫刻と、あと新作のインスタレーション、うん、見に来てよ。僕の中で勝手にストーリーを作ったのは、なんか原始人が生きるためにやってたこととか、コミュニティをこう守るためにやってたことだとか、あるいは何かを豊かにするためにいろんな活動を
原始人の時代から多分人類やってきてたと思うんですけど、なんかちょっと僕の中でキーワードって出てきたのが、なんかクラブカルチャーとアートと魔術が同源なのではと思って、そういうなんか全然言語化されないコミュニケーションみたいなのがあったり、つながりみたいなものになんかアクセスできるような作品が作りたいなって思って、呪文みたいな平面作品を作って、まあ、今回ファンシーヒムのこのショーではパーソナルなところをすごい今までになく入れてみようっていう実験的な気持ちもあって、テーマはザ・フェイム、まあ、名声、今周りの友達であったり同世代を見ていたり名声に振り回されている、特に自分がファッションの世界にいるからだとは思うんですけれども、まあ、リアルとフェイクの真ん中を行きたいなと思っていて、そのショーの演出としてもリアルに自分があった経験のシーンを入れたり、それってリアルなのフェイクなのみたいな、そこのリアルとフェイクの境界線みたいなところを攻めたい。だんだんこうやって、まあ、年齢を重ねていくと特定の人と遊ぶようになって、例えばあのフラミンゴスの霞とかもそうなんですけど、なんか、まあ、そういう友達とか恋人とかと過ごしてる時間が、まあ、本当に素晴らしいなと思って。ケイちゃん、原宿のことにさってなったことある？本当になんかこの人たちと出会えて、で楽しいことを共有できて、でバカもできて本当に幸せだなって思って、でそういった時に、あ、これがなんか愛情っていう感情なのかなって思ったんですね。で私はそれをファンシーヒムが開催されるたびに思うんですよ、空間に。ヒムは音楽もかっこよくてファッションもかっこよくて、なんか自分との違いって何なんだろうって、全員がそれぞれを貫いてて、そこが最高にかっこよくて、あの自分を作るきっかけになったっていうか、だからそういった意味で生きがい。
単純にこう需要帯が大きいというか、もう受け口が広いのに何でも許されるっていう、めちゃめちゃかっこよく歩いてるのよりもめちゃめちゃ酔っ払ってコンビニの缶チューハイ持ってる方が面白いしおしゃれじゃない逆にみたいなテンションが存在するのがファンシーヒムだと思っていて、すごい自由、本当の意味での自由を言っているパーティー。人間は愛したかったら愛さなきゃいけないし、愛される可能性があるんだったら愛されるべきだと思うんですけど、多分言葉で共有しちゃうと固定概念が邪魔することもあるだろうし、常識が邪魔することもあると思うんですけど、言葉じゃないところで無意識に届けるとか訴えかけれたら、それってすごく強いことだと思う。それができるのがファンシーヒム。ありがとうございました。すごかった。楽しかった。ありがとうございます。